はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の4月5日の水曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということでですね、今日は2023年の4月5日ということになりますね。今日は朝から結構暖かくて10、もう2、3度ぐらいあるというようなことで、日中もですね、20度ぐらいまで上回る、20度ぐらいは上回っていくということで、そして夜もですね、16、7度ぐらいまでしか下がらないということで、午後からですね、ちょっと南風も吹いて暖かくなるというような、そんな予報となっていました。で、今日ですね、ちょっと事務所というか職場までの道すがらいろいろと考えていたことはですね、最近身の回りに起こることなども含めて、自分の、身の回りを見てみるとですね、やはりこの自分の人生をですね、自分なりに、受け止めて受け入れて、自分の人生に起こることをですね、受け止めて受け入れていくということが大切だなということを感じています。やはり人間ですね、一人一人起こることが全然違ったり、育ってきた家庭環境も違うし、本当歩んでいく道というのは本当にまちまちで、自分の人生に起こることはですね、全て全部自分のせいということではなく、どうしてもですね、偶発的に起こってしまうことだとか、避けようがないことだとか、そういうこともたくさんあって、ただですね、それを誰かのせいにしてみたり、もしくはですね、それをこう否定的にネガティブに捉えて、いつまでもそれに固執していてもですね、非常にもったいないなというふうに思ったりもします。報道だとかニュースなどを見ているとですね、どうしてもこのネガティブなことに対していつまでも許せないとかですね、それからいろいろな意味でこの否定的な、そしていつまでも、そういうことをですね、固執するような、そんな報道が並んでいたり、そういうことをですね、持ち上げてみたり、そういうニュースを演出してみたり、そんな働きかけがあったりとかするので、そういうことにできるだけとらわれずにですね、もちろんいつまでといってもですね、すぐに忘れることができないこともたくさんあるし、もちろんですね、避けようがないことがあったり、どうしても自分のせいではないことに対して、固執してしまったりすることもあるけれども、そういう中からもですね、時間とともに、そういうことをですね、紛らわせていったり、忘れていったりする中で、何か一つでもその起きたことから自分が学ぶことは何だったのか、というような観点で見ていくことによって、それをですね、受け入れて消化して、そして自分の糧にしていくというような、そんなこともできるんじゃないかなというふうに感じています。それにはもちろんですね、もう莫大な1年も2年も3年も時間がかかることもあるかもしれないし、そしていいことが起きればですね、自慢したくもなるし、悪いことが起きれば、それをですね、ひた隠しにしてみたり、それをもとにですね、どうしても人と接することに対して消極的になってしまったりすることもあるのもまた人間だと思いますけれども、そういうことも含めてですね、自分の人生に起きるということは、できるだけ、自分なりに受け止めて、受け入れて、それをまた糧にしていくというような考え方だとか発想ということもですね、非常に重要なのではないかなというふうに、感じました。そしてですね、今日も、日本経済新聞の朝刊の中から主だったニュースなどを見ていきたいなと思っていますけれども、まずはですね、昨日の日経平均株価の割などを確認する前に、一つ気になるニュースがですね、今日の日本経済新聞朝刊の一面の中にあるわけですけれども、大阪万博がですね、2025年から開かれることになっていますけれども、それがですね、基本的にはキャッシュレスになるということで、現金が不可ということになるように書かれています。で、大阪万博で使えるアプリが提供されて、2800万人の来客が想定されるそうですけれども、クレジットカードだとか交通系の IC カード、QR コード決済などを含めた、このキャッシュレス決済を全面的に採用して、現金が使える、現金のこうですね、使う手間を省くというようなことになるということなので、またこれもこのですね、2、3年のうちに、この私たちが払っているこの決済手段というものも大きく変わってくるなということを感じました。そして昨日の日経平均株価の終値に関しては、ですね、28,287 円42銭、28,287 円42銭ということで、昨日が火曜日ですから、一昨日の月曜日に比べてプラス99円27銭、プラス99円27銭ということでした。で、円ドル相場については1ドル132円60銭から62銭、1ドル132円60銭から62銭ということで、月曜日に比べると93銭の円高、93銭の円高ということだったので、日経平均株価も、円ドル相場、為替についてもですね、そんなに大きな動きはなかったようですね。で、今日音読の題材に取り上げていきたい1つ目の記事については、まず社説の1つ目からですね。タイトルが半導体規制は実効性高く弊害を小さくというようなタイトルになっています。日本の先端半導体のですね、輸出規制などを行うということで、対中国のですね、経済安全保障もしくは防衛的な安全保障なども含めた措置ということになるようなので、私たちの生活にはさほど大きなですね、影響というかピンとこない身近なニュースではありませんけれども、今の社会情勢の一つのテーマとしてこういったニュースも押さえておきたいと思うので、まずはこちらをですね、音読の題材の一つ目に取り上げておきたいと思います。半導体規制は実効性高く弊害小さく、政府は先端半導体の製造装置など23品目を輸出管理の規制対象に加えると発表した。中国などを念頭に軍事転用の恐れのある半導体技術の流出を防ぐための措置で、背景には対中警戒を強める米国からの強い要請がある。ミサイルの精密誘導など国防に直結する半導体の重要性を勘案すれば、一定の規制はやむを得ないだろう。東アジアの政治的、軍事的な緊張が高まる中で、戦略技術の行方に政府が神経を尖らせるのは理解できる。他方で輸出規制は自由貿易の原則に反するという点を忘れてはならない。各国がそれぞれ得意な製品や技術を自由にやり取りすることで、経済の効率化やイノベーションが促進され、生活や社会が豊かになる。逆に保護主義や管理貿易が強まれば、経済成長は鈍り、豊かさは損なわれる。日本としては規制の実効性を確保しつつ、弊害を極力抑えることで二律背反を乗り越える必要がある。そのためには規制を必要最小限の領域に限定して抑制的に運用することが肝要だろう。規制の趣旨はあくまで軍事転用への歯止めである。政府は今回23品目を対象に指定したが、これに該当する製品であっても軍事転用の恐れのない取引については規制すべきではない。企業側も政府に対して過剰規制にならないよう自らの意見を臆せず発信してほしい。安全保障がちのテーマについて個別企業が物を言いにくい空気もあるが、官と民のコミュニケーションが密になれば規制の精度が上がるなど双方に利点があるはずだ。世界の産業地図を見渡せば、半導体の技術覇権をめぐって米中2大国のせめぎ合いはさらに激化するだろう。日米はじめ各国政府がサプライチェーン確保のために国内の半導体拠点新設に巨額の補助金を出す動きも本格化している。日本企業としては一連の環境変化にしたたかに対応して飛躍の機会にしてほしい。日の丸半導体は衰えたが、製造装置や部材にはまだ強みがある。公的資金が後押しする投資の波に乗ることで競争力をさらに強化したい。半導体市場の競争は突き詰めれば先端技術をめぐる競争である。ライバルの企業や国がどこであろうと相手より早く走り続ければ競争優位を構築することができる。この当たり前の事実を経営者や政策当局者は今一度明記すべきだ。ということでですね、先端半導体ということになると、もう今やアメリカですとか台湾というようなところがですね、もう一歩も二歩もリードしてしまって、日本はなかなか遅れを取ってしまっているという状況の中でも、それでもですね、まだ日本の半導体の製造を含めた、この装置ですとか、様々なシステム、仕組みとかサービス、製品についてはですね、強みがある分野もあるので、その辺のところの23品目の輸出規制を行うということですけれども、これと、自由貿易のバランスですね。自由貿易の原則のバランスをどのように測っていくかということが非常に大きなテーマではあるということですが、なかなか私たちのような一般庶民にはですね、ちょっと縁遠いような話ではありますけれども、こういうことも世の中の世界観の一つとしてはですね、あるということを分かっておけば、またニュースを見ていく目も少し違ってくるのではないかなというふうに思ったりもしますね。で、2つ目の音読の題材についても少し縁遠い話はなりますけれども、社説の2つ目からですね、タイトルは北欧加盟で対ロシア抑止力の強化をということで、 NATO の北大西洋条約機構ですね、フィンランドが31カ国目として加盟したということだそうですので、この NATO は北大西洋ということでほとんどですねヨーロッパ圏がの話となっていますけれども、日本もですね言ったらこの民主主義国家としてこの NATO の遠い遠い端の方に関わっているというようなことがあるので、その辺のところがこの対ロシア、中国などとですねどのようなことになっていくのかということのストーリーの一つとしてこの話もキャッチアップしておきたいと思います。北欧加盟で対ロシア抑止力の強化を、フィンランドの北大西洋条約機構 NATO の加盟が全30の加盟国のうち唯一残っていたトルコ議会の承認を経て実現した。ウクライナに侵攻したロシアに対する NATO の抑止力を急いで強めなくてはならない。 NATO はロシアによる侵攻拡大や挑発を抑止しながら直接的な戦闘に巻き込まれることは避けるという困難な戦略の遂行を強いられている。欧州最強と言われる砲兵システムを持ち、サイバー防衛や情報収集で高い能力を誇るフィンランドが果たす役割は極めて重要だ。NATO 加盟国がロシアと接する国境は 1200km から 2500km に伸びた。ロシアは国境の警備で人的、経済的な資源を回さざるを得ない。ウクライナ支援国はロシアが戦争を続けるコスト全般を引き上げて停戦につなげる戦略を進めるべきだ。その一方で NATO 加盟の一国への攻撃を全加盟国への攻撃とみなす集団安全保障の適用範囲は広がる。バルト海などで偶発的な衝突が起きるリスクは警戒を要する。本来なら同時申請したスウェーデンも合わせて加盟することが望ましかった。しかしトルコはスウェーデンの承認でクルド人活動家の引き渡しやイスラム差別の取り締まり徹底を要求し、必要な手続きを保留している。機械主義的な利益の追求とも映る行動を抑え、対立の解消へ向けた歩み寄りを見出す必要がある。スウェーデンが NATO 未加盟のままではバルト海の防衛などで大きな不安が残る。加盟の遅れは民主主義陣営の足並みの乱れと移り、既存の秩序への挑戦をうかがう権威主義国家の指導者を勢いづかせかねない。4月2日に行われたフィンランド総選挙ではマリン首相率いる中道左派の社会民主党が敗れ、野党の中道右派の国民連合が第一党となった。新 NATO 路線を各党が競う選挙で、新しい国際環境の中で伝統の軍事中立主義を捨てた北欧国の覚悟を汲み取るべきだ。ということで、この社説の一つ目二つ目ともにちょっと、私たちの普通の生活からですね、縁遠い話が続いてしまった今日の社説となりますけれども、NATO にですね31カ国目としてフィンランドが加盟したものの、同時に申請したスウェーデンはまだ未加盟のままということで、対ロシアなどとですね、の話において、こういう話がどのように進展していくのか、こういう話を見ているとですね、本当に第二次世界大戦に入っていった時のですね日中戦争などが起きた時にもですね、このような動きというものはこの現在進行形の話の中でどんどん拡大していってしまったり、対立がですね進んでしまったというようなこともあるはずだったので、こういった話がですね、ロシアを包囲網と言いながらも当然ロシアがそれにおとなしく従うわけもなく、対立がどんどん深まっていく中で、いずれもしかしたらですね大きな戦争に発展するというようなこともあるかもしれないし、その時にまた世界がどのように動くのかという意味で今日起きていることがまた2年後3年後5年後にはですね大きな問題に発展するかもしれないし、またそれはそれで、平和のですね一つの通らざるを得ない道のりの一つかもしれませんし、それはですね本当に難しいことではあると思うけれども、私たち日々の中ではこういうニュースも見守っていくしかないということになりますね。で、3つ目の音読の題材としてはですね、やはり対中問題の一つとしてタイトルがですね SNS の情報ルール整備へということで、自民党が検討している中でですね流用や工作防止のために事業者の立ち入り検査ももしかしたら行うような法整備がなされるかもしれないということだそうですので、この辺のところもしっかりとですね確認を、SNS を使う私たちの時代として確認をしておきたいなと思います。自民党は SNS 交流サイトのデータ流出や情報工作を防ぐためのルール整備を検討する。中国初の動画共有アプリ TikTok を念頭に政府に実態調査を促す。米欧は法整備で先行しており、日本でも立法措置に発展する可能性がある。自民党のルール形成戦略議員連盟、甘利明さんが会長だそうですが、月内にも提言案をまとめる。同議連は経済安全保障の概念を政府に提起して法整備を主導する役割を担ってきた。ユーザーの個人情報が不正に利用されたり、偽情報の発信が確認されたりした場合に、行政機関が疑いのある事業者に立ち入り検査ができるように促す。実態を正確に把握して、行為による適切な措置が取れるようにする。SNS による情報工作を平時から把握できるような情報収集体制も求める。政府は2024年度にも外国勢力による偽情報の発信など情報戦に備える専門組織を立ち上げる予定で、機能の強化を要請する。 SNS をめぐって議連が問題視するのは大きく2点。一つはユーザーの個人情報が不正に利用されるといった恐れだ。2022年末に TikTok を運営する親会社がフィナンシャルタイムズの記者らの個人情報に不正にアクセスしていたことが発覚した。内部からの情報漏洩に関する調査の一環として位置情報を分析しようとしていたという。もう一つが SNS の投稿によって相手国の世論を自国に有利な方向へ誘導する認知戦に利用される事態だ。ロシアによるウクライナ侵攻でも、侵攻直後にウクライナのゼレンスキー大統領が首都キーウから逃亡したとの偽情報が SNS 上で流れた。こうした SNS 上の懸念は海外では安全保障のリスクとして規制が設けられている。難しいのは経済的な事業への目配りだ。 TikTok の利用者数は急増しており、広告など企業活動にも多用されている。利用に過度な規制を作れば経済活動にも影響が生じかねない。議連の中山事務局長は、欧米を参考にしながら、まずは疑いを事実として判断できる状況や環境を整えるべきだと語る。強制性を持つ措置を講じるには法的な裏付けが必要となる。日本には他国に情報を流したり、偽情報を流布したりといった安全、保障上の脅威に対処する観点での法整備はされていない。事業者のサービス停止などの規定を持つ経済安全保障推進法の対象拡大などが浮上していると。いうことで、私たちもですね、SNS などを通じて受け取る情報のですね、真偽、本当か偽物かといったことをですね、見抜く目も養わなくてはいけませんけれども、ただ目にすればですね、真に受けてしまったり、衝撃的であったりするということもあるので、その辺のところの法整備がですね、やっぱ法整備まで必要になるのかどうかということになると思いますけども、こういった SNS がここまでも10年、15年と発展してくる中でも起きてきた、広がってきた問題の中で、これから 5G、6G といってですね、さらに受け取る情報が大きく、そして広くなっていく中でどのようなことをですねできるのかということは、やはり法整備というのは後追いになってしまいますけれども、私たちもですねこういう問題が実際上法整備されようとされまいと起きているということをですねしっかりと受け止めて理解した上で情報というものを受け止めて受け入れていくということが必要になってきますね。ということで、今日は2023年令和5年の4月5日の水曜日。今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。Breaking through the ceiling, I'm fast, baby, what you call